け？何も考えてませんよ。じだから別に何もね。ケお姉さん諦めましょう。世の中に平等なんて言葉は存在しないんですよ。サクヤさんが規格外なんですから、比べて世をはかなんだりはしないでください。お姉さんだって大平原じゃないんですから。大平原って。私はお姉さんの普通っぽいところ好きですよ。なんか安心できますし。そうそう。下手に出てても大変なだけだよ。出る杭は打たれやすいものだからね。人並み以上ということは、人とは違うということですから、何かと苦労が絶えないんですよね。何事も普通が一番さ。できることなら、私も住人並みになりたいよ。ですね。私も同意しますよ。さて、Kのせいで話がそれたけど。それましたね。へえ。そういうわけで、今からちゃんとした昼食を食べに行くよ。おっと、その前に風呂だね、風呂。いいね、お風呂。私も賛成。もしかして町に行くんですか？もしかしても何も、町まで行かなきゃ店もないじゃないか。涼しいですね。へえ、天国気分だね。いかがでしたか？榊旅館自慢の温泉は。おかみさん、とってもいいお湯でした。連れなんかまだ入ってるんですよ。ところで、ここに来る途中で思ったんですけど、今日は昨日より人通りが多いですよね。何かあるんですか？あら、ご存知ありませんでしたか？あさってにお祭りがあるんですよ。それも今年は特別で。特別なんですか？お祭りを取り仕切っていたお家があったんだけど、ずいぶんと前にその人たちがいなくなってしまったのね。それでここのところ形ばかりのお祭りが続いていたの。迷信だと思うんだけど、それからすっかりここも寂れてしまって。ああ、ちゃんとしたお祭りができなかったせいですか？迷信よ、迷信。でも商売していると弦は担いでおきたいものでしょう。
なお祭りなんですか？それなんだけどね、お柱様っていう神様を祀ってること以外詳しいことはよく分かってないのよ。お柱様？大層綺麗な娘さんだったらしいよ。ちょうどお嬢さんみたいな感じだったんじゃないかな。あ、駅員さん。こんにちは。蛇塚の暮らしはいかがかな？あら、まだ勤務時間じゃないですか。越境通勤者が来る朝と夜以外は暇なんだよ。留守番を置いてきたから大丈夫さ。私は国際化社会を担う一員として少々スペインの生活習慣を体験してみようかと思ってね。スペインですか？うん、後で少し部屋を貸してもらうよ。構いませんけど、今日は変なことはしないでくださいよ。大丈夫、安心しなさいと。さて、お柱様のことだったね。昔々の蛇塚には蛇の神様が住んでいてね、その神様から求婚された娘さんがお柱様だって話だったと思うよ。ケンお姉さん、蛇神の求婚ですよ。もうちょっと詳しく分かりませんか？その蛇の神様についてとか。さて、どうだったかな。何か分かりましたか？私は知らないんだけどね、詳しく分かりそうなところならあったなと。もしかして郷土資料館ですか？うん、確かここにも観光者用にチラシを置いていただろう。そのチラシに地図も載っているから興味があるなら行ってみるといいよ。でもあそこは。資料館にね、泥棒が入ったそうなのよ。泥棒ですか？一昨日の夜から昨日の朝方にかけてだったかな。展示物が一点盗まれただけだし、何も心配することはないよ。そうですね、犯人だってとっくに逃げちゃってますから、別に危ないことはありませんよね。でもね、最近は本当に物騒だし。お嬢さん方、この辺りは都会に比べると明かりが少ないから、夜道は気をつけて歩きなさい。ありがとうございます。あ、ケンお姉さん、サクヤさんが上がってきましたよ。いやー、いい湯だったよ。ありがとうございます。これからもごひいきに。ええ、また使わせてもらいます。さて、そろそろ私の腹は限界だよ。早いところ昼を食べに行こうか。もう、さくやさんが長湯したんだよ。はい、
ったね。それじゃ、おかみさんに駅員さん、いろいろとありがとうございました。やっぱり飯はこうでなくっちゃね。胃の腑の奥から力がみなぎってくるよ。つづらも満足したかい？ちゃんとしっかり食べました。さて、せっかく町まで出てきたんだし、この後寄りたいところはあるかい？そうですね、お姉さん、どうしましょう？どうって、何が？郷土資料館、行ってみます？そうだね、やっぱり気になるし、せっかくだから行ってみようか。郷土資料館だって？入館料は大人200円、子供100円、30名以上の団体客は半額。なんだい、ぼったくりだね。そんなに高くはないと思うけど。高い安いの問題じゃないんだよ。わざわざお金を払って見に行くところではないと、そうおっしゃりたいわけですね。じゃあ一緒に来る気ないの？そうだね、私は遠慮しとくよ。で、行きは建物の前まで乗せるけど、あんたら帰りはどうするんだい？バスかな。ほら、ここを見て。携帯に連絡してくれれば迎えに来てもいいけどさ。お見送りして1時間待ちの時は考えるかもしれないけど、別にいいや。それより早く行かないと閉まっちゃう。あと2時間もあるじゃないか。なかなか立派な建物じゃないか。そうだね、200円分はありそうだよ。やっぱり咲夜さんも一緒に見学しない？駐車場は無料ですよ。ただって言っても土地余りのこの辺じゃありがたみが感じられないね。ですね。道路の真ん中とか商店の入り口前にでも止めない限り、そうそう文句の出そうにない土地柄ですからね。それじゃあ咲夜さん、行ってくるね。お花をよろしくお願いします。今日は詰め込み用のリュックを持ってきてませんし、さすがに真夏に襟巻きのふりはないですから。わかったよ、帰りは気をつけるんだよ。中も見事な閑古鳥。
本当に施設の無駄遣いしてますね。ケイお姉さん、半額の入館料でここに入った人は果たして存在するんでしょうか。一般のお客さんはいなさそうだけど、学校の社会科見学とかなら。ですけど過疎地域の学校は全学年合わせても30名に満たなかったりしますよ。さすがにそこまで過疎化してないと思うよ。コンビニも白金ビーフもあるんだし。話についてはこっちみたいですよ。スズラちゃん、ちょっと